い、どうもみなさん、こんにちは。ゴールデンウィーク、いかがお過ごしでしょうか。クラクラチャンネルのケースケです。ブーということで、今回は先日行われましたクラクラオリンピック、日本が3位になったんですけれども、そちらのタウンホール10のアタックをね、リプレイ流しながらお知らせの方させていただきます。私、ケースケですね。ゴールデンウィーク中ね、とある企画を思いつきまして、そちらのね、お知らせですね。私、ケースケ、ゴールデンウィーク中にタウンホール11フル完走、これをね目指したいなと思います。よいしょもうね、私ケースケ芸人やっているんですけども、ゴールデンウィークとかね、夏休みとかね、そういったねシーズンっていうのはね、もう本当に営業とかの稼ぎ時なんですけども、もうそちら全部蹴りまして、私ケースケね、もうゴールデンウィーク中連日生放送で、ね、こちらですね、タウンホール11、1週間でフル完走を目指すっていう生放送をお送りしていきたいなと思います。で、なんでね、これやろうかって思ったかと言いますと、まあ言ってしまうとグリーから訴えられて、レイアウトエディター機能消えて、で、昨日ね、VPN も使えなくなるっていうね、お知らせ来てね。で、そしてクラクラ CM とかもやってないじゃないですか。で、そこでね、思ったのが、YouTube ってほんとね、新規さんですね、が結構見てくれまして、自分のね、視聴者の、再生数ですね、もう、いつも毎回言ってるんですけども、大体ね、チャンネル登録してくれてる人で、いつも見てくれてる人って、大体 25% とかなんですよね。で、大体 75% の方がブラウジング機能とか関連動画からこう見に来てくれるみたいな、あとはね、急上昇とかの方から見に来てくれるっていう人がね、かなりいるんですよ。で、ね、そこで思ったのが、結構 YouTube の生放送って急上昇ね、乗りやすい。まあね、自分そんな乗ったことないんですけど、乗ったことないんですけども、例えばクラロワで言う、ドズーさんとキヨキヨさんのゼロからレジェンド目指すっていう生放送とかもね、急上昇乗ったりとかして、で、そこからね、クラロワ知って始めるっていう人も結構いたりしているんですよ。で、やっぱね、YouTube って、ね、ほんとそういう風にですね、まあ CM とかクラクラね、やらないんだったら、まあ自分がね、そういったね、YouTube の生放送とかで頑張れば、ひょっとしたら新規さんね、見てくれてて、それで、クラクラ知って始めてくれるよっていう人ね、いるかもしれないので、こちらのね、企画考えました。あと、せっかくのゴールデンウィーク、自分ね、生放送ですね、全然できてないじゃないですか。まあ、たまにやるぐらいじゃないですか。なんですけども、せっかくのゴールデンウィーク、休みだったらね、こう連日生放送してね、で、自分の動画をね、いつも見てくれてる視聴者様と触れ合いたいなと思いまして、こちらの企画を考えました。で、今日土曜日ですね、7月28日、土曜日はですね、ちょっと予定が入っておりまして、仕事が入っておりまして、まあ仕事蹴ったって言っといて、今日仕事入れちゃってるんですけども、外せない仕事がありましてね、そちらの方に行っているんですけども、明日の4月29日からね、ちょっとね、そういった企画ですね、ゴールデンウィーク中1週間でタウンホール11フル完走を目指すっていう連日生放送やってみたいなと思います。そうですね、やっぱり自分ってあんまりそういったね、どでかいことしてないじゃないですか。ドズーさんが一晩で、自腹30万で11完走を目指すみたいな、そういったね、企画ですね、昨年やっておりましたが、まあ、あの時ドズーさん壁とユニットはフル完走ではなかったので、で、そっかね、いろいろアップデートで、11の新レベルの施設とか、あとね、壁も全部白壁塗れるようになったじゃないですか。もうね、1週間で目指してみたらね、どこまで村成長するのかなってちょっと気になったので、やってみたいなと思います。で、課金に関してなんですけども、課金はね、時短ぐらいでしか使っていきません。時短ぐらいで使っていって、果たしてどれぐらい育てられるかね、気になるでしょ。で、ちなみにですね、放送予定日ですね、明日の4月29日日曜日はですね、クラクラチャンネルの OB 戦ですね、クラクラチャンネル、現役メンバー VS、元クラクラチャンネルメンバーですね、のクラン対戦お祭りで、もう超豪華で、ドズルさんもネロさんも参戦しますし、あと中澤軍曹とかね、有名プレイヤーがね、参戦しますので、皆さん明日の生放送もぜひともご覧ください。で、4月30日からはですね、いよいよ、11のね、フルカンを目指すみたいな生放送やりまして、とりあえずね、初日はね、こう記念して、私、ケースケ、まだね、レジェンドに行ったことがないんですよ。なので、レジェンドに行くまで終われませんっていう生放送、やりたいなと思っております。で、そうですね、レジェンド、こう、ドラ上げしてる感じで、まあね、資源も貯まるじゃないですか。やっぱり、コートロ隊って勝利ボーナスも、美味しいので、まあ、その分の資源で、結構ね、村とかね、いろいろ着工したりとかね、村も育てられると思いますし、
で、そしてですね、4月の3、5月1日あたりかな、1日2日とかで、まあ、ババキンフルカン目指すみたいな、ツイッター生放送やっていって、で、からのですね、火水が確か平日でしたよね。なので、木、金、土、日で、タウンホール11の施設カンストと、白壁をね、どこまで塗れるかっていう生放送、やりたいなと思います。なので、施設完走するまで終われません的な、白壁にするまで終われません的な生放送をやりたいなと思います。そうですね、ドズルさんが昨年の夏にやったね、8月中に展開プレイヤー目指すみたいな、そういった感じでね、私、ケイスケね、チャレンジしてみたいなと思います。やっぱね、そういったね、チャレンジをすることによってね、こう、視聴者様にね、応援してもらうみたいな。なので、皆さんもね、よろしければ、まあ、急上昇に乗れば乗るほどね、結構ね、新規なプレイヤーさんが見てくれたりっていう可能性もあるんで、ぜひとも皆さん、私、ケイスケの生放送見てください。そして、応援の方、よろしくお願いいたします。まあね、こういったね、YouTuber らしい。まあ、長時間生放送が YouTuber らしいかって言ったら、まあ違いますよ。いろんな YouTuber がいるんでね。まあ違うんですけども、なんかそういったチャレンジ企画ですね。自分全然やってないなっていう、最近思ったので、やっぱね、YouTuber らしく、チャレンジをやってみます。いやー、ほんとどうなるんでしょうね。皆さん、どこまで成長すると思います？自分の村。ちなみにですが、壁の方に関してはマグマ壁全部塗り切ってないっていう状況ですね。で、施設に関してはね、テスラとか大砲、アーチャートワーとかですね、そこら辺がね、まだ2段階ずつ、レベル上げれるっていう感じかな。そういった感じになっておりますので、まあ、このゴールデンウィーク中に果たしていくらぐらい使うのか、ほんと気になります。なので、ね、ちょっとね、稼ぎ時の、芸人のね、仕事をちょっとね、蹴って、やりますんで、ほんとね、皆さん、再生の方、お願いいたします。ほんと、収益の足しにしたいので、マジで、ちょっとね、今月もね、やっとね、給料入ったんで、砂利生活ね、やっと抜け出せたかなと思ったんですが、このゴールデンウィークの企画で、もう、すぐに、もう砂利生活に戻りそうな気がしますので、どれぐらい課金するかにもよるんですが、ほんとね、ちょっと怖いです。自分生きていけるかなっていう。ゴールデンウィークが全然僕にとってゴールデンウィークではなかったっていう事態になってしまうかもしれないので、ちょっとしたね、本当チャレンジになっております。ちなみにユニットは、除きます。施設と壁とヒーローですね。あと、ババキンだけになっておりますんで、そこのね、フルカンスを目指すみたいな感じですね。ユニットに関してはね、もうね、主要なユニット上がっちゃってるんで、他のね、ユニット上がってるところ見せてもなっていう感じなので、まあね、普通に壁とかヒーローをね、ほんと1日2日で上げるっていうだけでもうめちゃくちゃ大変なので、まあね、そこら辺はね、多めに見てください。で、もし達成できなかった場合もね、何かしら罰ゲームあった方が面白いかなって思っているので、ちょっと罰ゲーム募集します。どうしましょうか。またプレゼント企画別にやってもいいんですけども、それだとね、毎回それだとちょっと芸がないかなっていうのも感じるんですよね。どうですかね、プレゼント企画でいいんだったらプレゼント企画でやっちゃいますかね。なんか面白いね、罰ゲーム思いついた人いたらね、ぜひともコメントでお願いいたします。なんかこう砂利を食う動画載せるとかね砂利食う動画とか需要ねえだろないと思いますがね、何かしらですね、面白い罰ゲーム企画とかもね、思いついたら皆さんぜひともコメントで教えてください。で、まあそうですね、まあプレゼント企画とかになるっていう可能性もありますんで、まだチャンネル登録してないよって方がいましたらね、ぜひとも登録お願いいたします。そうですね、そういったプレゼント企画の動画とかも見逃さないようにね、登録してくれたら嬉しいです。そうですね、あとはですね、YouTube でチャンネル登録者10万人突破したら、YouTube のね、スペース借りることができるんですよ。なのでね、ちょっと自分ね、10万人もね、目指しておりますのでね、本当に、クラクラ関係のね、なんかでっかいイベントとかもね、ちょっとね、いずれやるのが夢なんですよ。チャンネル登録者10万人突破したら。まあね、かなり遠いですけどね、まだ6万8000いってないですね、6万7800何人とかっていう段階なので、できればですね、もうね、10万人の方も応援していただけたらなと思います。そうですね、銀のチャンネルボタンですね、あれ欲しいですよね。やっぱこう、なんて言ったらいいんだろう。やっぱ YouTube 始めて1万人突破してすごい嬉しかったんですけども、やっぱ1万突破するって何かしら節目で、で5万突破したらね、まあやっぱり、あとこれの、10万人、目指してね、これの倍、ご登録者増やさなきゃいけないのがすげえ遠いなって、やっぱ思いましたかね。10万ってすごいですからね。キングダムで言ったらこう、軍隊じゃないですか。もう一つの対戦ですよ。もうでっかい戦い、戦になりますかね、10万なんて。ほんと一つの市町村レベルですからね。いや、もう一
一つの国以上って言ってもおかしくないですかね。ちょっとしたね、小さい国よりか全然多いですから。で、なのでね、まあ、言ってしまうと、明日4月29日は、クラクラチャンネル、OB 戦ですね。現役メンバー VS OB 戦。で、次の日、月曜日ですね。月曜日は、レジェンド行くまで終われません。で、平日の火、水は、ババキン完走、するまで、2日でババキンを完走を目指すっていう生放送をやりまして、で、木、金、土、日ですね。木、金あたりで施設完走を目指す。で、土、日で、白壁、完走を目指すみたいな。そういったね、生放送をやろうと思います。で、余裕があればですね、合間にですね、動画の方も出していきますので、そちらの方もぜひともご覧ください。いや、怖い。本当にね、長時間生放送、自分最高ね、6時間だったかな。6時間の生放送はね、やったことあるんですが、十何時間以上っていう生放送はね、今までやったことがないんで、本当、どうなるかわかんないですよ。ちょっと自分がね、途中でぶっ倒れたりするっていう放送事故あるかもしれないんで、あ、そうそうそう、自分の生放送って結構事故るんですよね。機材トラブル。この間ね、生放送が止まったりとか、あとはね、自分の声がね、こう、入んないっていうね、トラブルがあったりしたので、そういったトラブルがあった場合はね、やむを得なく中止になったりとか中断するっていう可能性もありますので、そちらの方もご了承ください。いや、怖い。ほんとね、自分機械音痴なんですよ。全然わかんない。もう機械音痴。未だにこのね、パソコンとかもね、全然ね、不具合でね、全然起動できなくなったりっていうこともありますんでね、ちょっとその点については、ついてはご了承ください。まあ、いろいろね、調べておきます。いやー、本当にね、楽しみ半分、怖さ半分っていう、心境ですね。なので、まあ、結構自分ね、資源狩りの動画って結構載せてるじゃないですか。ゴブリンラッシュとかね。あとは、東海天空比で、ダクエリ稼ぐみたいな。そういった動画載せているんですけど、もっとね、すごいいい資源狩り編成知ってますよ、ケイスケ。おいおい、ケイスケの草野郎、こういう資源狩り編成、めちゃくちゃいいぞっていうのがありましたね。そちらの方もコメントで教えてください。とりあえずね、4月30日の、まあ、レジェンド行くまで、終われませんっていう企画ね、レジェンド勝利ボーナスめちゃくちゃうまいですよ。確か34万、34万とか、そういった感じなので、そこでの、資源狩りですね、ファーミングってどうなんだろうっていうのをね、ちょっとね、やってみたいので、そこ結構稼げんじゃねえかなと思ったので、初日ではね、レジェンド行くまで終われませんっていう、感じに、考えております。どうですか？レジェンドと、資源狩りというか、トロ上げしてる方々、どんな感じですかね？あとね、俺、トロ上げとか全然わかんないんですよ。トロ上げとかも、全く今までやってこなかったタイプの人種なので、本当に、そこら辺についても教えてください。ダウンホール11の方、もし見ていたらね、この編成はね、トロ上げやすいですよとか、こういう村狙った方がいいですよっていうアドバイスの方もお願いいたします。まあ、タウンホール11なんでね、そんな時間もかかんないと思いますね。問題なのがクランゲーム中なので、敵見つかんのに、かなり時間かかって、ずっと雲の状態、虫眼鏡の状態になってしまうっていう可能性が、ちょっと怖いかなっていうぐらいですね。そこら辺はね、やっぱり、だれてしまうので、間延びしてしまうので、ちょっとね、そこら辺が懸念点かなとは思っております。あ、ちなみに、自分がタウンホール11フルカンスト目指すからといって、別にタウンホール12がね、近々やってくるっていうわけじゃないですよ。勘違いしないでくださいね。多分、まあ、タウンホール12ってね、多分ね、今年の年末あたりだと思うんですよね。自分の予想としては。まだ、来ないと思いますので、自分がね、事前にタウンホール12がやってくるって情報を仕入れたから、11カンスト目指すっていう企画をやるっていうわけじゃないんで、そこはね、勘違いしないでください。普通にね、ゴールデンウィークで、ちょっとね、チャレンジしてみたいなって思ったから、この企画をやるだけっての、ちょっと、ご了承ください。周知しておいてください。はい、ということで、今回はですね、ゴールデンウィーク特別企画、1週間でタウンホール11、フルカンストを目指す、連日生放送をやるよっていうね、動画、お知らせの方、発表させていただきました。なので、皆さんね、ぜひとも生放送ですね、このゴールデンウィーク中暇だなっていう方がいましたらね、まあ、暇つぶし程度で、まあ、勉強しながらとか、お風呂入りながら、ご飯食べながらでもいいんで、見ていただけたらなと思います。なので、チャンネル登録の方もね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで、それでは、次の生放送で皆さんお会いいたしましょう。バイバイ。あ、アルルさんがまだリプレイ終わってなかった。あ、バイバイ。はい、お疲れ様でーす。ありがとうございましたー。